ね。だから続きましたけれども、次県外勢としては一応ラストの生の小畑さんのね、レゴくんはまた2ステージ面がありますけれども、はい、まあ、県外からということでね、一時期悩んでたんですがね、まあ気づいたらあれ入ってるって。気づいたら入ってる。はい、なんで、なるほどね。応援しつつ、はい、まあ、次はご紹介したいと思います。はい、それでは続きましては鹿児島からやいはI'm not afraid to die.
何さん？セブンイレブンのナチュラルウォーターですねっていう安いやつですね。ということで2曲なんだったっけ？オレオなぞるとブライトバーニングシャドウ、完全に僕の趣味で選びました。ありがとうございます。軽くどうしようかな。じゃあ先にちょっと宣伝させてください。お来週ですね、熊本じゃないんですけど、宮崎の方でエンドロフィンというものがあります。おー、マジ？はい、よろしくお願いします。よかったら来てください。以上、終わり。終わり？そりゃんくん言わんといて。ちゃんと振り、ちゃんと振り。ということで、次の曲で、次の曲でラストになります。そりゃんこすいまとめちょっとずれてきますよ。まあということで、完全に趣味の曲2曲歌ったので、ちょっと最後はね、みんなで声出していこうじゃないですか。ということでラスト、 We go!ジャンプスターありえない。
まあ、というのもね、1年前、もう去年10月ですね、兄貴と、まあね、小島の方で取材を、ライブがありまして、まあ、そこがデビューだったんです。そこからもね、だいぶいろんなところで、多分ですね、すごい冷静に分析をしてくださったので、後でお受けしてください。温かい愛のあるご指摘だと思います。今日なんで T シャツ不倫やったの？さすがに。いや、それが気になってる。気になってそう。いつも出してたのになってちょっと思ってない？忘れてた。しれっと見といてあげて。あえてくれないか。いつもバスト前に脱ぐのになと思って。忘れてた。はい、というわけですね。